はい、はい、週1から通称 OK アイワークス西明石の田村です。はい、では今回は、障害福祉サービスの利用申請に必要な書類等を、吉岡さんに教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、まず、就労移行支援などの福祉サービスを利用する際に、申請について、自治体によって違いがあると聞いたんですが、はい、うちの事業所のある明石市と神戸市の例で、教えていただきたいと思います。はい、まずは、共通するものを教えていただけますか。まず共通するものですね。はい、まずその障害福祉サービスを利用する申請書があります。はいはい、まずその申請書。はい、申請書。どこにあるんですか、それは。どこです。またちょっと印鑑。印鑑と。必要な印鑑。はい、はい。認めに行くんですけど。はい。その申請書。はい。それはまあ、うち、アイワークスに関しては明石市なんで、はい。明石市役所。はい。障害福祉課。で、いただきます。はい。で、お隣はちょっと歩いて、神戸市。はい。はい。では、お住まいの区役所ですね。はい。お住まいの区役所の、保健福祉部ですね。はい。そちらで申請書。聞いていただければもらえると思います。はい、はい、共通するものは申請書と印鑑ということですね。そうですね、まずそれ。はい、分かりました。はい、では、次回、は神戸市と明石市の違いについて教えていただきたいと思います。はい、はい、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。